はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第18回ハイゼンベルク工場からやっていきたいと思います。で、リュークはここにいる。で、リュークのいるところから地下へ行けばいいのかな。多分こっちは行けた行けたんだけど、行けたんで、ちょっとこっちだけ先に覗いてみましょう。不穏な空気が漂ってるけど、え、何これ、これはガンパウダー、調べる、簡単に壊せそう。ナイフちょっと装備しよう。壊れた。うおーマジか、超トラップなんだけど。ということで1個だけ使おう。さあ逃げろ。どうだ、後ろのやつはまだ生きてるか。レーザースコープつけてるやつは、あれかな、頭部は狙わない方がいいのか、それともレーザースコープを外してから頭部を狙った方がいいのか。これ何階、ちなみに地下3階か。結局エレベーターで来ると、うん、ここ行けないね。で、多分電気だよね。もうお決まりパターンが。大体わかる。なんか怪しくね？そうでもないか。工場だからね。どういう作りしてるんだか。でも工場にこれだけの、うん、また音がする。やつらが配置されてると、ライカンとは違うから動きが速くないだけマシなんだけど、耐久力は高いな。ようやく死んだ。もう一匹。結局さ、ブレんのが嫌なんだよね、頭が。箱壊して、金はマジで必要だから。もう新しいショットガンとか、そういや買ってねえや。あ、ショットガン売って、ショットガン買うって言ってたけど、よし、取り逃しはない。なんか奥に部屋があるけど、これなん、お、なんだ、いやー、ないな、何かをはめるくぼみ。今ちょっとブルったんだけど、敵か、大丈夫か。いや、声がすんな。ん、これはなんか脳組織をなんかするのかな。ここもなんかアイテムか。金型、いろいろアイテムが必要だね。向こう側から正常、結局降りてこないとダメなのかな、エレベーターで。あいつは目が見えないんだけど、目が見えないっぽいけど、いや、またいっぱいいるわ。こういう時に一網打尽にできるパイプ手榴弾を使おう。ちゃんと狙う。どうだ、生きてる。一体だけか、結局か。いや、耐久力あるな。効率よくやっぱね、行くて、行ければいいんだけど。ちょ、待って、何、あ、単純な鍵、久々だな、キーピック。そこそこあるからね。これ何、これクォーツ金、ガンパウダー。んー、なんかいけるところが、あー、いけないか。結局電力、まずは電力の復旧だな。え、なんか眠ってね。いや、やべえ、こいつ超危険人物だよ。いや、マジかよ。
アイテムはあるっちゃある。近づくと、近づくとか、内側、あ、スクラップ。これ扉じゃないよね。いや、なんだよ、絶対やべえよ。ドリルか。これもあいつがハイゼンベルが作り出したのか。いやいやいや、これ取ったらやばいだろ。レリーフ、いや、やばい、絶対やばい、絶対やばい、絶対やばい。来た。こいつ逃げらんねえかな。さて、どこまで逃げる。倒すといいことがあるかどうか。レリーフを手に入れたんだっけ今。ちょっとこれで見てみよう。の金型か。これ金型って読むのかどうかよくわかんないけど。でここで使って、あ、なるほどね。ちょっと待って、ちょっと あっちからやつが来ないかだけ気になる。なんかすげえ来てそうなんだけど。早く早く、よし、できた。便利なもんだ。便利だけど、便利ではあるのは認めよう。あ、これもしかしてさ、レリーフの形によってそんなことないか。いけ、いた。なんでこんなところで構えてんの。そろそろハンドガンもまずいな。ん？これは？鍵穴。いや、鍵は持ってない。ここら辺なんか調べられる。あー、これもキーピックか。やっとこう。取れるもんはもうどんどん取っていこう。マグナムの弾。なんだこれ。また怪しいとこ出てきたな。は？ゴー。いけんの普通に。めんどくせえやつらがいんな。ちくらっちったよ。これおびき寄せてさ、あいつらどうだ。食らってんね。ちょっとここで行こう。おびき寄せ作戦。動きは遅いからそれなりに。ほら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 、こっち来ちゃったか。それはしょうがない。だったらやるまでだ。け、普通に来てるし。ちょっと近づきすぎ。なんでこっちに。あと3発。あいつはこっちに来れなかった。かわいそうに。さて、違う、いない。壊して、金、まあ今金も欲しいけどね。確かに。やって、はい、でおびき寄せよう。ここはなんだ、来ないんだけど。あいつあっち行ってんだけど、完全に見えてないのかな。ぶつかってる。スコープを壊してあげるか。じゃあ俺が目が痛えみたいな感じになってる。おい、いやー、来ないな。どうだ、これで見えるようになっただろう。こっちへ来い。それが貴様の最後だ。ははは、バカめ。ちょうど真ん中倒した。弾の節約して食らうの。ひどくない。もうちょっとちゃんと駆け抜けとけばよかった。まあまだ体力がちょっとあるんで、多分オレンジくらいかな今。これ外せんじゃん。ちょ、待って、こっち側。そうだよね、スクラップ。これどこだ。
向こう側から正常。ここの扉ね。これこっち行ける？行けない。あれ今どこ？マジで。は？てかなんかいるんだけどいっぱい。ちょっと待って、やばくないか。鍵外して、あ、それでここに戻ってきたけどさ、ここやばいとこじゃね？あいつはもういいか。いや、こっちやばそう。これ何？壊せるよ的な。こういう時はもう手榴弾だよね。はい、ショットラン。よしよしよし。これは開けられる。機械部品シリンダー、どこ入れるんだ。ん、なんだあっち側。あっち側か。いや、まだあんな。いや、これもこっちも一緒にってことか。電力供給装置。え、電力供給したらさ、あそこに眠ってたやつらさ、絶対復活するでしょう。これシリンダーでいけるのかな。歯車が抜かれているか。で、あそこになんかボタンがあるけど、これは？あ、いた。よし、地雷。地雷最近ちょっとね役立ってる。閉める。ガンパウダーで、あの緑のボタンを。違う、これただの非常装置みたいなやつじゃん。ってことはここはいけないな。ん？これあれだよね、普通に破壊できるよね。これとシャバンでこれショットガンにしとこう。でこれどこ？ガンパウダー。ガンパウダー多分ねすげえあると思うんだよね。よし、仮想の地図を手に入れた。黒くなってんのってなんだっけ。未探索か。さらに機械化死体兵ゾルダート。え、死んでんだ。死体を素体に使用。カドゥを移植。え、脳死状態のため高度な思考は不能。本能のまま破壊行動する。頭部に制御ヘッドギア。あ、こいつ死んでんだ。じゃあ電極からの疑似脳波安定化に成功。ライカンとの戦闘試験3分ほどで解体され捕食される。やっぱライカンよりは弱いね。下の腕部分を切除し、公共用ドリル移植。あいつか。出力不十分で稼働せず。素体に死体を用いた弊害化。カドゥ制御リアクター。出力の大幅向上。ライカンとの第2戦闘。大1分でライカン3体殺害。良い結果だが、リアクターの耐久性が課題。破壊された場合、即座に活動停止する。え、リアクターを破壊するってこと？あ、歯車。またあそこ。どっち行ったかな。取ってしまったからな。で、ここへ戻ってきて、どっからちょっと広くてわかんねえんだけど、どっからどう来たっけと思ったら、ここあれじゃん。怖い怖い怖い、やばい地帯。ほら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 。さてどうする。やつここまで来るか。来るな。来やがったか。ではどう逃げる。あそこへおびき寄せる。なんだっけ、あの機械地帯、やつらを抹殺した。ここまでは来れないのか。じゃあまたせこい方法で戦う。リミットオブエリア、これをうまく活用しよう今後は。せこいけど。で、歯車。
で、歯車自体はどうやっていく？これちょっと顔出してみようか。いるかどうかだけ。いなくはなってる。いた。見失ってんな。で、歯車ゲットして。いや、そう、使えるは使えるんだけど、ただし。先へどうやっていくか。スイッチ。どこだっけ？発電機。発電機のところ？いや、わからん。行った。あっち行ったな。よし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 、今のうちだ。で、これか。歯車つけて。で、どこはどうなる？あそこ？おい！待て、待て。あれ？行けなくなっちゃったよ。あっちに行けるようになった。待て待て待て、もはや湧くよ。お前には失望したぞ。来てる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 。ちょっと待って待って、こいつうろついてるやんけ。こっち行き止まりっぽいな。さて、どこだ？どこへどう行く？どうすると思ったんだ。待って、残念。スナイパーライフル。え？待って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 。あの女はな、俺たちを自分の子供にして村に閉じ込めやがったんだ。何十年歯向かうこともできなかった。お前にわかるか？俺の味わったこの屈辱が。いなくなってる。俺は他の兄弟とは違う。俺はただ自由になりたかったんだ。あの女から。力が必要だった。ちょっと待ってね、会話のところで申し訳ないけど、あいつを殺せるだけの圧倒的な力だ。そいつらは俺の力の化身だ。力ある者が勝つ。それが宇宙の真理だろう。俺の誘いを受けるべきだったな。イカレ野郎め。話が宇宙まで発展した。ちょっと待って。奴がどう動いてるか。ハンドガン。これなんだ。ちょっと待って、こっち側はなんかあるな。いや、わかんねえ。こんなとこ閉じ込められたらもう終わるぞ。閃光弾か。閃光弾が果たしてどう機能するか。一応行こう。もうこのまま突っ走る。上行く。あとは知らん。イエーイ。もう無用な戦闘は。あれ、これってさ、ちょっと待って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 、どうなってる。ただ一周回ってきただけじゃん。隠れよう。はい、来ました。さてどうするか。こっちの何のために来たの？電力だけ供給してあるから戻ればいいのかな？今のうちに。ダー！マジで？こんなに？こんな強いの？ちょ、いや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 、待て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 。このドリル野郎が。ちょ、いるかもしれないな。ショットガンに切り替えとこう。逃げるべきではなかった。いや、もうこれは死活する。け、行けなくなってる。そういうことね。なるほどね。やっぱどっかから逃げなきゃいけないんだ。やつもただこっちには来れない。よし、
赤いのが弱点だな、きっと。で、やっぱ先進まなきゃいけないんだけど、進む方向を間違えたか。こう来て、やっぱりこの十字のとこには行かなければならない。ガンパウダーかな。開けてる暇が、こっちか、やばい。うわあ、マジですかい。こっちまではもう見つからないでしょ。あ、見つかったっぽい。ここのくぼみに隠れよう。ほらほらほら、ちょっと待って、いやこれ犠牲にして、ほら消えろ。たったチャンス、振りかぶった時チャンスだ。それがよし、機械師、ほら直撃させる、これだ。くそ、しかし機械の心臓を手に入れた。だからなんだって感じだけど、もういないよね。で、あれ、この中まだアイテムあんの？ここか。あ、スナイパーライフル。あ、で、こっち行けんじゃん。あ、そうだ、行ったよね。上行って、結局上行って、これを破壊する。なるほど。でも敵が倒したから、ゆっくりと壊そう。一個ずつしゃがまないとダメか。なるほどね、逃げながらだとこれは多分ショットガンとかでまとめて撃ち倒した方が良さそう。あっちに金見てるの、地雷広いな。さすがにアイテム全部回収できない。ここは地雷の出番だ。1個使おう。4つあるから、俺食らった5発しまった。外した消えろ。で、結晶。どこへどうつながってる？こっち側。これ何？ここは何もなしか。なんだ？どっから来たっけ？リフト操作盤とかいうのがある。大きくした。マジかよお前、しかも二刀流やっけ。どうする、地雷置くか、いや逃げるか。あのさ、赤くチカチカしてんの何なの？来てんな。破壊してきた。よし、ただ破壊したことにより回れるようになってるから、そのまま上に逃げよう。無用な戦闘は避ける。で、まっすぐのここがいけるか。ちげえ、ショットガンだ。ただこれは欲しい。こっちに飛び降りられそうだな。ただ俺は進む。なるほど。嘘、1個だけ、2つ、
ぞどこだ、どこへ行けば。とりあえずこれはさすがにまずい。2つ作ろう。あれ、いなくなった。ここはリミットオブエリアか。あいつのでリフトが来たのか。ここ来た一回。なんかわかんねえな。行けるところへ行こう。ハンドガン完全になくなったかんね。ガンパウダーやっぱり少し作るべきか。開ける。よっしょっとか。多分ね、ガンパウダーはすげえあると思うんだよね。ガンパウダー32個とスクラップも31個あるし。ハーブがちょっと少ないんだよな。食らいすぎてるからな。扉が閉まった。あの赤いやつ本当なんなんだろう。なんか使えんのかな、この電力板みたいなの。俺今どこにいる。しかもちょっと待ちなよ。狙ってみよう。あれ、ほらどうだ。あ、後ろにコアがある。こいつそういうことか。逃げよう無益な殺生はこのまま。そしてまたこれか。ショットガンは後ろからやった方がいい。さよなら。くそマジかよ、このプロペラ星人。プロペラ星人はもうマジ逃げるしかない。で逃げ切った。ガンパウ、いやちょっと危険だな。あ、大丈夫か。スクラップどれ。いや、なんか声、逃げよう。で、戻ってきたかな、わかんねえな。これ、いける。ん、あ、デューク。どうぞ、いらっしゃい。きっと、新しい発見がありますぞ。こいつなんで、マジでなんで無事なの。こちらで適当に見繕いますか。で、クォーツ高えな。で、これでそこそこ手に入れて、機械心臓5000円か。なんか割に合わなかった気がすんな。これもう売っちゃおうかな。どうしようかな。これシリンダーって何、換金アイテムなの、組み合わせかの。わからん。もう生肉すげえいっぱいあんな。まあ、とりあえず一回これで売りますか。こんなものを買い取りましても。ひどい。でも食材はさ、もうちょっと獣の生肉とかそんなにいっぱいいらなくないか。新しい商品をどうぞご覧に。これ買っとくか。その商品は一番の人気ですよ。で、薬液も買おう。これ欲しいよな。パイプ手榴弾在庫。興味をお持ちになるのも当然。地雷じゃいっぱいあんな。ちょっといっぱい買っとこう。で、ウルフスベイン。装填数アップか。たっけ、ほんとたっけ。連射速度アップ。だからショットガンが1160でしょ。960、あ、結構強かったわショットガン。スナイパーライフルがそう考えると弱いんだよな。あ、いけるようになってる。ただ1000か。29000円。え、どうする。これいくらで売れるかだよな。今3万円あって、これが18万円とか。お気になさらず半端なさすぎんだけど。これか5万円か。
これグレランだったちげえや。9万円か。カスタマイズで鍛えて1120か。ちょっとまだこれでいこう。ご利用ありがとうございます。これってなんだ、どこ行けばいいんだ。結局ここに戻ってきたけどさ、あ、こっち側も変わってる。というわけで、じゃあ1階デュークのところへ来て、エレベーター動かしたんで階層が違うと思いますので、階層が違うと思うんだけど、もう一回戻ればいいの。あ、こっち行けそうだね、はしごで。じゃあ次回は、この上の方に登っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。